ストレートでちぎるのは不本意だが、遠慮はしねえぜ。二度とバックミラーに映ることはねえ。前より隙がなくなってる。随分上手くなったか、このドライバー。奴の車が近づいてる。仕掛けるポイントはこの先の5連続ヘアピンカーブ。奴は進化してる。シミュレーションを少し変更する必要があるが、それだけのことで結果は変わらない。負けてない。俺の方が早い。